か言えよって出たってやってた。おはようございます、こんにちは、こんばんは、ブラブラフィッシングのお時間でございます。今日は何ですか。何ですか。今日は何ですか。今日はエギングです。はい、今日もエギングでございます。仕事してたんですけど、朝からもう仕事は嫌だって放り出して、エギングに来ております。まあ、南部ランガンエギングですね。今日は2人で、僕と奥さんと2人で、ジーソー行ったり堤防行ったりして、まあ皆さんに大きい顔をお届けできればなというところでございます。今日の目標はお互いに、一杯ずつ、釣りたい。いっぱい釣りたい。まあでもちょっと厳しいよね、風爆風やしね。波が穏やかな場所を探して1日、ギング頑張りたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。頑張ります。お、なんか結構重いぞ。潮がいってるんじゃないか。釣れそう。パタパタに書いてみようかな。ついてきてはないかな。まあ風強いけど真正面なんで、ちょっとパタパタに変えます。沈むのが遅いんで、これスローよね。もう鉄板ですね。伝説のエギと言ってもいいでしょう。これはダートマスターラトールの 3.5、 もうみんな大好きリアルイソシジエビですね。さあ、足元には結構いいサイズのベイトがおるね。風裏でこんだけ吹くって結構よな。アオリかあっちに行ったよね。あっちに行った、何しに行ったとかな。シャローに何しに行ったのかな。休憩かな。多分なんか3パターンぐらいなんですよね、シャローに行くときは。多分3パターンぐらい、シャローに行くとき。イカはまず浅場にいるベイトを捕食しに行くときで、2パターン目が、寒くて、日向ぼっこしたいとき、まあ、水温水量少ない方がすぐ暖かくなるんで、太陽の光がね近いんで。で3つ目が、近くに捕食者がおった時に自分たちが食われないように浅場に身を隠す。多分この3パターンぐらいなんですよね。なのでどのパターンやったか、その1番のシャローにベイトを捕食しに来てるイカやったらめっちゃ活性高いんですよね。日向ぼっことか、ましてや何かフィッシュ板から追われてるって身を隠してるやつは多分あんまり活発には追ってこない。でも多分なんかのあのタイミングでスイッチは入ると思うんですよね。生きてる生物である以上、捕食のスイッチっていうのが多分どこかで入るはすると思うけど、そのスイッチがどこなのかね。いやもう無理やろこれ。何これ
撤収。どこに掘るかわからんもんね。いろんなとこに投げてみて。釣れた？釣れたっぽい。マジか。でもなんかあんま元気ないか。なんか言えよ、釣れたってやってた。でも簡単に巻かれてくる。でもそこそこ、いやなんか久しぶりすぎてびっくりして声も出ないやった。おお、ナイスナイス。あ、でかくない？でもね、でもね、全然しかん。でかいやん。最初はね、最初はブーンっていったけんが、あ、さっかな、同じような感じ。元気がね、ないよ。これはこうちょっと待ってた方がいいよね。ナイスナイス。てかね、めちゃくちゃ軽かったけど。これは逃がさないように。やばいやばい。お、なかなかそこそこ、そこそこいいサイズやん。めっちゃ悲観やったけど。はー、久しぶりの、やっと釣れた。どうもです。あ、結構でかいやん。でかいやん。めっちゃめっちゃ簡単に来たけど、何のあのファイトもなんか。え、これはそこそ。わあ、やったー。いや、そか。やった。やったやった。あ、来てくれますか。やったやった。これ。洋服が映るようにしてから、よいしょ、やった。おう、いや、これはやった。ふい、こうカンナかけて、そうそう、はい、で持って、よし、うん、ほら、遅い遅い、もう一回置いて、ゴーラ、あ、温水になった。ちょっと待って、おし、ヒロで、グーっても、グーっと持って、よいしょ、あー、700。プッチこうして、こう見えんた、あんた。ほい、750やっけ、エギ引いて730ぐらいですね。730、1キロなかった。まあまあ、ちょっと水も溜まっとるけど。700ちょいやね。700ちょい。いや、でも上等上等、この時期にしては。久しぶりよ、久しぶり。夏の香りか。ナイスナイス。いい。いいな、羨ましい。やっぱこのアワビシートが良かったとかもしれない。アワビシート、そうね。植えたよ。本当だ。覆面でいいですか。覆面でいいです。
よし、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。こんな厳しい状況の中でよく釣りましたね。久しぶりのアオリカどうでした？ちょっと考えながらしました。ちょっと考えながら、風も強いし、風強かったね。流れも結構あったもん、あるもんね。確かにない頭でイカの気持ち、イカだったらどうかなとなんとなく考えながら。なるほど、素晴らしいでございます。イカの気持ちに、イカの気持ちが分かるんですか？分かりますね。すごいよ、今度教えて。でもね、よかったね、一匹連れで。無事に釣れたので。はい、旦那の方はゼロ杯でございました。残念。また、リベンジをお約束いたします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、久しぶりにイカを釣れたのでおめでとうコメントをいただければ、いいですね。はい、よろしくお願いします。いいですか、マスクのままで。マスクのままで、もうべしゃ、汗でべしゃべた。じゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で爆笑すると思いますので、チャンネル登録してお待ちください。さよなら。